ごきげんよう、月見堂真奈です。パラノマサイト続きをプレイします。ルートが2つ新たに開かれました。マダム、そして女子高生組、決戦の前、最終手段。どういう展開を見せる。マダムがやっぱ怖い。マダムが怖い。呪詛玉もだいぶ集まってきて、走り主の手にある、分かってる人だけでも、まあマダム、秀一くんの蘇りを諦めない彼女はどんな道たどるのか。最終手段、前回のあらすじ。救出した長沢舞とともに弓矢を問い詰め、新たな走り主の情報入手を試みたが、特に有益な情報は得られなかった。そこで茂間邸に戻ると、これあやめさん来てるくない。長沢のお姉さんも無事に助け出され、ほっとしたんですけど、まあ、ねじま、一般女性1名を人質に取り逃走していましたが、やっぱこれが本ルートの採用される世界線ってことか。人質に取られていた女性の行方、この状況から察するに、あやめさんが走り主でねじまを呪い殺してって考えるのは自然だけど、もしかしたらまだもう一人いるのかもしれない。お話を聞いてみようって何のことだろうと思ってたら来てるか、やっぱ来てるか。人質の女性というのが君で、そしてねじま文親を自分の持ってる呪詛玉で呪い殺した。怖い。あやめさんは思った通りのサイコパス。最終手段、あ、言ってた、こういう話してたな。あなたは走り主。いや堤のおじちゃん倒れちゃうよ、こんなん聞いたら。津軽の太鼓、やっぱりね。人殺しは良くないから。そうは思わない。そう思う。マダム、まあ、マダムまだね、発動してないから。育児なしで呪詛使ってくれない、軟弱な世の中になりましたよね。あやめさん、なんか一瞬思ったんだけど、あやめさんって陰陽師のあの女性なのでは。やだ、この人気持ち悪い。この反応自体は嫌いじゃないんだけど、やっぱ堤さんのお嬢さんだなっていう感じはする。警察と知り合いだからって鼻にかける人。おばさまこの人怖いんですけど。お互い様じゃない、動きが大きいの。別にいいです。まあ、あれか、公園で出会った時の印象がちょっと悪かったから、それを引っ張ってるのかも。
となんだ、呪詛玉の発動条件かな。身に染みてね。誘拐事件の件もあるし、警察の家族なら何があっても我慢して当然。そんなことはないんだけどね。でも二人ともそう、境遇が。聞いてもないのにストーカー扱いしてる。何をしても嫌われるターン。どう思うんでしょうね、マダムが自分の息子さんのよみがえり強く願って。その思いは彼女とやっぱ通じるものもあるんだろうけど。波垣雄太郎、自分で集めるしかない。怖いよ。人を殺すことをこんなに無邪気に肯定できてしまう、その倫理観どうなってる。戸籍上は縁を切ったのに。堤警部の娘さん、もう他人です。なんか一つまだ可能性があるかなって思ってるのが、堤さんとこのあやめさんって血縁上の実の娘じゃなくて養子なんじゃないかなってのをちらっと思ってるんですよ。ねじまのよみがえらせたしのさんがつつみさんの養女になった説、それまだちょっと私は疑ってます。そうなると陰陽師の女性である可能性がある。命を狙われてた。いや、わからないんだよな。ねじまともしかしたら、あれは演技で人質になって、でも騙し討ちみたいな形でねじまを裏切った可能性も。子供には弱い春江さん。誘拐。ひどい、最悪かわいそう。この時間にもう夜になったか。試しに使ってみたら使えちゃった。連続はダメ。今ならもう一回くらいいけると思いますよ。あー、この仕草好きだな。使える。条件教えてくれるとか。もう始まってますのでご注意くださいね。始まってる。この子呪詛玉狙ってるくない。あー、もう誰彼構わずだ。人の呪詛玉を手に入れる気だ。ねじまの呪詛玉も多分持ってるぞ。条件はやっぱ名前関係だろうな。
どうしよう。どうしよう。こんなに一瞬でこんなに選択肢を思いつけるマダムすごいな。津軽の太鼓でしょ。根島の死に方は撲殺されてるような。110箇所ぐらいを撲殺されてる。あなたの条件、火は持ってる、許しを請う、繰り様式、家族、望み、蘇らせることでしょ。浮世絵師を。うわー、どれ聞いてもなんか、どれ聞いてもなんか、なぜ私？うわ、やっぱ。素直に答えてみる。しらじらしすぎたか。そんなことまでわかる。あ、そうだった。かしり主相手はポイントが高いんだ。ポイント、再婚ポイントが。かしり主一人分あれば 100%。 再婚だけだからやば。あ、でもマダムも使える。怖い。一触即発だ。だっ、あーそうか。あー、やめさんのを丸々手に入れちゃえば条件は揃うんだ。怖い、この二人。マダムの発動条件って何だったっけ。マダムは送り標識か。あ、だから火持ってるだったんだ。いや、この場でいきなり火を持ってるかって聞いたら疑われますよね。送り標識。まあ、おばさまったらやる気満々じゃないですか。怖いよ。使うなよ、使うなよ、二人とも。あ、もうどうあっても火を持ってるかどうか聞くんだ。交渉する。父親の話、タバコ。この場合マダム視点だから、どうにかして身を守るっていう流れにするんだろうけど、呪い殺す流れはちょっと嫌だな。父親の話、狙わせていく。でもライター持ってるかによるんだよな。真面目で愛嬌がある感じ。娘さん可愛がりそう。気持ち悪いって。血のつがる。あ、やっぱそうだ、幼女だ。だからこの子が成長したシノなんだ。ねじまは気づかなかった。いや、気づいてて。どうなる。何も気づいてないと思ってるんでしょうけど。よし。あー、つながっちゃった。シノだ。これが女性陰陽師だ。蘇らせたい浮世絵師は関係があったんだろうな。なんか恋人か身内。死産だったから、父の独断で。その赤ちゃんだ。やっぱ放っておけなかったんだろうな。自分の関わった事件でもあるから。いや、
そういう人ですよ、つつみさんって。それを母親という立場のマダムと話させるこのシナリオの流れがすごい。ああ、どういうふうに思ってるのか。親の心子知らず、子の心親知らず。それでちょっとギクシャクしてるんだ。子はカスガイと言うけれど免罪符にするなって感じです。家族全員漏れなく辛い話。マダム、疑ってる。いや本当に純粋にマダムの素直な優しさっていうか、どうでしょうねって。マダム素敵な人だな。タバコ、火を持ってるかでしょう。ねじま、ねじま、どうなんだろう。出会った時何歳だったかわかんないけど、ねじまは30超えてたのか。絶対もう篠さんの面影あったんだろうな。タバコの話吸うんだ。やば、帰り人がこっち見てる。ライター持ってるかを確認したんだよ。気づかれたかな。行使した瞬間多分帰り人が止めに入るな。教えない、因縁がないわけじゃないよとか。ねじま、そう、ねじまの、ねじまのせいでって言っても過言じゃないんだよな。話してたら向こうが条件踏んだ。なかったか。同意同意。仲良くなれそうだけどな、仲良くなれそうだけどな、この二人。やらないとも限らない。夜になれば使えるのか。やっちゃいました、寝てへ。それより大切な命は世の中にない。女性陰陽師葛飾北斎。やっぱさっきも言ってたことの繰り返しになるけど、恋人か身内家族、自分のも含めて葛飾北斎何者なの。命は不等か。人の心を揺さぶる芸術作品を生み出せる命のなんと尊いことか。なあ、いや純粋にした、一方的に慕ってただけかな。推し絵師だった可能性も今浮上してきた。何も生み出せない自分の命に価値なんてない。若いので自分の命よりも大切な
命は不当か。秀一くんのためだったら多分自分の命も差し出すぐらいの勢い。ねえ。人の親ですもの。実の親の思い。いやー愛されてたと思うけどね。本人にそれが伝わってないだけで。なるほど、逆に果たせなかったら果たすために生きていくのかもしれない。ねじまのようにやっぱり過激。強すぎる執念が渦巻いて妖怪変幻みたいになった存在。確かにあの執着の仕方は異常としか。将来が楽しみになった。面白い反応が。今叶えたいので。北斎先生だけ。お、交渉譲らない。私も分かってるじゃないですか。交渉の余地なんてない。これどうしてもこれを使わせたいんだろうな。他のところにこう映れないものか。帰り人の顔が見たい。どうするどうする。一回呪詛使ってみちゃう。跳ね返されるかなんかだと思うけどな。呪詛返し、なんかカウンター的なあってもおかしくないんだけど。帰り来た止めに入ってね。あ、やっぱカウンターだ。カウンターだこれ。踏んでなかった。うわーブラフだ。タバコは吸うかもしれないけどライター持ってない。いやーすごい子だな。気づいた。火種の所持。あーやっぱだ、やっぱそうだ。呪詛使うことが発動条件。ねじまの持ち物だったのか。さて、手の内がバレたのでもう打つ手はない。え、カウンターでもないか。育児なし。一つだけ言わせてください。もう諦めたらどうです。それを言っちゃう。十分じゃないですか。そこまで思ってもらえたならお子さんだって満足ですよ。無邪気に。子供のために母親もいなきゃいけない。見透かしていく。人様の命に手をかけてまで生き返らせた自分の姿を見せて育てることになりますし、犠牲にした全ての命の重さをまだ小さい息子さんが背負うことになりますけども、いいんです
当に。うわ、確信をつくな、この子は。それを考えていないの。それを考えていなかったのだとしたら、おばさまは息子さんの人生のためじゃなくて、自分の拠り所にするためによみがえらそうとしてたんじゃないですか。彼女の言う通りだ。あくまで他人のために生きちゃダメなんだっていう。誘拐事件の真相は判明した。あとは時間をかけて自分の気持ちと折り合いをつけていくべきだ。そのためにできる協力は惜しまないよ。人の心に寄り添うのが探偵だからね。カイリヒト、あやめさんがこの場で言わなくてもいずれカイリヒトは自分で告げる気だったんだろうな。呪詛玉を渡せば大丈夫。見逃してくれようとしてる。あやめさん、なんかサイコパースかと思いきや、わきまえてる。人一倍やっぱ自分のその親子の関係あるから、マダムのことをすごい分かってくれるし、交渉の余地が全くない相手じゃないんだ。逆にすごい頭のいい人だから、渡しちゃおうかな、マダムのために。これはマダムの秀一君への執着の証でもある。これを渡せば本当に蘇らせることだけが今生きるよすがっていうか希望だったけど、それをもう手放す、相当な心の一部を渡すような痛みを伴う。でも私自身もマダムには生きててほしいんですよね。どんなに辛くても。一度きりだと決めてた。残るかすり主、堤さん、堤さんだ、堤さんだ。どうするんだ、親子対決なんて。そんな帰り人はそれが分かってる。ああ親子、親子対決。どうするの？決戦の前、決戦？そんな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 、どうするの？渡さないルートもなんかありそうな感じはするんだけどな。ちょっとこちらを見ないことには何とも言えないけど、見たくないですよそんなの。あやめさん、トリックスターにも程がある。読めない、行動が全く読めないこの子。結局発動条件もわからなかったし、合わせていいのかな。いや、堤さん、堤さん、なんとかして。はい、ということで今回はここまでです。次回の続きはどうなっちゃうんでしょうね。
また一緒に楽しんでいただければ幸いです。ではここまでご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。月見堂マナトでした。ありがとうございました。